いよいよ放送が開始される機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2。第1期ではエアリアルやエリクトの謎はもちろん、サリウスだけが執拗にガンダムを排除すべきと考える理由や地球が荒廃するに至った原因など、まだまだ明かされていない謎が多く残されています。そこで今回は第2期をより一層楽しむために、知っておきたい伏線について見ていきたいと思います。1. スレッタの謎。スレッタ関係の伏線で一番気になるのは、プロローグで登場したエルノラの娘エリクトとの関係ではないでしょうか。当初はエリクトとスレッタは同一人物かと思われましたが、物語が進むにつれて矛盾が生じていきます。まずプロローグの出来事であるバナディース事変は、本編から21年前の出来事と判明し、当時エリクトは4歳でした。しかしスレッタは本編時には17歳で、同一人物だったとすると明らかに年齢がかみ合いません。ただ水星と地球圏の公転周期が異なる場合、年齢が違ってくるはずなので、年齢の差は公転周期の違いと考えることもできそうです。しかし第8話ではミオリネが用意したガンド医療について説明する動画で登場したカルドナボ博士の存在をスレッタは知りませんでした。スレッタがエリクトであるならバーバと呼び慕っていた当時4歳だったことを差し引いても、カルボナボのことを一切知らないということには違和感があります。さらに第5話のアリア・マフバージュの占いでスレッタに兄弟がいることが示唆されましたが、スレッタはその存在を知らないようでした。つまりエリクトはスレッタが誕生した17年前にはすでにプロスペラたちの前からはいなくなっていたということになります。そこでつながってくるのが、エアリアルの中に宿っている人格がエリクトなのではないかというものです。原作小説ゆりかごの星ではエアリアルには明確に人格があり、スレッタを幼少期から見守り続けてきたことが明かされています。また本編でも第6話でバーメットスコアを上げた戦闘後に、スレッタがいつもより声聞こえた気がすると話していました。さらに第9話でパーメットスコア6まで引き上げた際には、声が聞こえるだけでなくエアリアルと交流する様子が描かれています。これらの描写からパーメットスコアが上がるほどに機体の中にある潜在的な意識が表に出てくると考えられます。さらにパーメットスコアが上がったエアリアルを見てプロスペラが涙を流すシーンも見られました。パーメットスコアが上がり、エアリアルの人格が表に出てくることが特別なことというのも見て取れます。なおエアリアルがパーメットスコア6に達した際、機体のパーメットが青く発光しており、同じ青色のパーメットをまとったのは作中でエリクトだけですが、パーメットの色が青と赤でどう異なるのかについては、データストームが人体に逆流した際人体に悪影響を与えるのが赤パーメット、悪影響を与えないのが青パーメットのように見受けられるものの、まだ明確にはされていません。さらに第6話でスレッタがパーメットスコアを引き上げ特殊な空間を展開した際に、エランが複数の子供の声をエアリアルのガンビットから聞き取ったような描写がされていました。なおスレッタがガンビットのことをみんなと呼んでいることから、ガンビットからも声は聞こえていると解釈できます。このことからエアリアル本体はエリクト、ガンビットには一機ずつ子供の意志が宿っているのではと考えることもできます。ちなみにアリアの占いによって兄弟がいることが示唆された際に、占いに使う石が12の枠内に収まっていました。そしてエアリアルのガンビットは11機、つまりエリクトとガンビットを足して12人の意識がエアリアルの中にはあるのではと考えることもできそうです。ではエアリアルに取り込まれた子供の意識はどこから連れてきたのでしょうか。ゆりかごの星では今の彗星にはスレッタ以外の子供がいないという話が描かれており、わざわざ今と言及されていることからも、昔は彗星に子供がいたと考えられます。ではなぜ子供がいなくなってしまったのでしょうか。作中ではミオリネが月でもパーメットが取れるようになったと語っており、彗星の資源採掘場としての価値が薄れ人が減ったと考えられます。しかしただの一人もいなくなるのは不自然に思えます。そこで考えられるのが、プロスペラがガンダムの実験のために彗星にいた子供を犠牲にしたのではないかということです。第6話でプロスペラはベルメリアに対してあのガンダムのパイロット
何人目なのかしら、と発言していました。これはガンダムの抱えるデータストーム問題が犠牲なしでは解決しないと分かっていなければ出てこない発言です。このことからただでさえ少なくなっていた彗星の子供はエアリアルの実験の犠牲になり、一人もいなくなってしまったと考えることもできそうです。ちなみにガンダムシリーズにおける代表的なクローンとしてプルシリーズが存在しますが、その数は12人となっており、エアリアルに宿る意識はそのオマージュではないかと言われることもあります。ただ第一期終了時点ではエアリアルの中に宿るものが何なのか、それは一つなのか複数なのか、一切明確な情報は出ていないので、今後の展開に酔う注目です。次に気になる伏線は第一期12話でソフィのスレッタに対するお姉ちゃん発言です。この呼び方をする理由はルブリスールとエアリアルのつながりから来るものという考え方もできそうです。先日発売された HG144/1 ルブリスールの説明書で、ウルとソーンの2機はオックスアース社のルブリス量産型を発展させた機体であることが判明しました。そしてエアリアルは同じくオックスアースの試作型ルブリスが原型になっていると思われます。そのためリブリス系の機体をベースにしているという意味でお姉ちゃんと呼んだと考えられます。またルブリスールを開発した企業とプロスペラとのつながりもありそうです。ルブリスールはある企業が回収したものをフォルドの夜明けに提供した機体となっていますが、プロスペラはデリングと協力関係にあることが判明しているものの、ゆりかごの星では仲間たちの復讐も考えていることが明かされています。さらにプロスペラは何度も地球圏の方に出張していると語られているので、この際に開発企業と関係を持っていて、ソフィはスレッタの出自を知っていたのかもしれません。2. プロスペラの謎。次にプロスペラに残された謎について見ていきたいと思います。まず触れたいのはプロスペラがクワイエットゼロを達成することで何を実現しようとしているのかについてです。先日公開されたシーズン2の PV において、プロスペラは戦いも失う悲しみもない世界にと語っており、これがプロスペラの最終目標であると考えられます。ではどのようにしてプロスペラは戦いも悲しみもない世界を実現するのでしょうか。鍵となるのは第10話でのデリングとのやり取りでしょう。エアリアルがパーメットスコアが6に達した後、プロスペラはエアリアルのネットワーク構築パターンを反映させたデータをデリングに渡していました。この描写を見るとパーメットスコアの上昇がクワイエットゼロの鍵となると読み取れます。またパーメットスコア6の状態はエアリアルが特殊な空間を作り出し空間内の敵を認識しているようにも見えました。このことからクワイエットゼロはパーメットの認識力を利用した計画であると考えられます。つまりプロスペラは高次元のパーメットスコアを発動することで人類すべてをパーメットで包み、意識の共有を行うことで恒久的な平和を目指していると考えることができそうです。しかしデリングと協力関係にある以上にバナディース事変で家族や仲間を失ったことへの復讐心があるはずなので、クワイエットゼロがただの悲しみをなくすだけの計画ではなさそうです。プロスペラの計画の裏側やバナディース事変の後でエルノラに何が起きたのかはアニメ本編内では第1期で一切語られませんでしたが、第1期エンディング曲君よ気高く我の歌詞がこれに該当しそうな内容にも読み取れるので、興味がある方はぜひエルノラ目線で見てみると面白いのではないでしょうか。次にプロスペラの髪色と肌の変化についてです。プロローグのエルノラ時代はスレッタより薄い赤髪でしたが、本編では黒髪へと変化しています。髪色は彗星の環境が過酷であると語られていることからも磁場にやられて変化してしまったとの見方もできますが、ヘッドギアと同じく正体を隠すために髪色を染めていると考えることができそうです。一方肌は21年経った割に老けるどころか若々しくなっています。髪色や肌の変化の理由は特に言及されておらず、かつて仲間だったベルメリアもそこにはツッコミを入れる様子はなく、ヘッドギアをかぶったプロスペラと一発で見抜いているのでガンド技術の効果なのかもしれません。次にプロスペラとデリングとのつながりについてです。10話でデリングがレディープロスペラと呼んだ際にエルノラ様やで構いませんよと返していました。また直後にラジャンがプロスペラに銃を向けた時、
ポドイがあれから20年以上経つというのにまだ魔女が怖いのかと発しています。このことからもデリングはプロスペラがかつて自分が滅ぼした組織の一員だったことも分かった上で関わっていることが明らかになりました。また直後に今は私の計画とデリングが協調していることからも現時点ではデリングの方がパワーバランスが上のようですが、デリングとプロスペラがいつからつながりを持ったのかは明らかになっていません。しかし2人の関係の始まりを予想するヒントとしてエアリアルの存在があります。第5話で地球寮のメンバーがエアリアルを解析した際にシステム群が神業レベルで統一されており、多数のエンジニアが動員されたのだと驚いていました。それほどの予算をベネリットグループでは新参で、業績も最下級である新生開発公社が持っているとは考えられません。ましてや彗星に逃れてきた直後のプロスペラたちがそれほどの予算を持っていたわけがないでしょう。そのためエアリアルの開発予算はデリングから流れていたと考えられます。そしてゆりかごの星ではエアリアルは少なくともスレッタが6歳の頃には開発されていたことを考慮すると、プロスペラとデリングの関係はスレッタが6歳すなわち11年以上前から始まっていたのではと考えることもできそうです。3、デリング・ミオリネの過去。次にデリングとミオリネの仲が破綻する決定打となったノートレットの死についてです。ミオリネと父であるデリングの親子関係が破綻している様子は作品序盤から描かれていました。そのきっかけとなったのがデリングの妻であるノートレットの死とデリングが葬式に出席しなかったことでした。12話でデリングがミオリネを身を挺してかばった際にノートレットと約束した何かあればどちらかだけでもと明かしました。その直後にミオリネがなんで一緒に逃げなかったと発言しています。このことからデリングとノートレットは何らかの戦闘に巻き込まれ、ノートレットを見捨てざるを得ない状況になったと考えることができそうです。そしてこの見捨てざるを得ない状況というのはスレッタたちが幼少期に地球で勃発した戦争と予想されます。地球寮の仲間であるオジェロたちは戦争孤児と語られていました。そのため彼らの幼少期に大きな戦争が起こったということがわかります。そしてノートレットが死亡した時期は葬式の際のミオリネの姿が幼いことを踏まえると戦争とタイミングが被っている可能性がありそうです。さらにミオリネがノートレットの品種改良したトマトを栽培している姿をグエルはアーシアンの真似事と表現していました。このことからノートレットはアーシアンもしくは地球に関係している人間だったと考えられます。そのため軍人であるデリングがノートレットと地球で起こった戦争に向かった際、2人はどちらかを見捨てざるを得ない状況になったと考えられそうです。またノートレットの葬式のシーンに小さく映る人物、拡大してコントラストを調整してみるとプロスペラらしき人物に見えます。夫に生かされたプロスペラと妻に生かされたデリングという対比的な2人はこの時失う悲しみのない世界を目指す協力関係を結ぶことになったのかもしれません。4、エランの謎。次にエラン・ケレスに残された謎に関してです。エランショックとして心に焼き付いている6話の描写、焼却のような演出がされ、時計もさよならを意味する10時10分を指し、4号は処分されてしまったと誰もが思ったはずです。しかし明確に死亡したと語られていないことからも、わずかな希望を託している視聴者が多く見られます。さらに10時10分の後ろには26度と表記されており、取り消しを意味する10:26コードを指しているとも解釈できます。つまりさよならを取り消ししたとも読み取れ、エラン4号はまだひっそり生きているのではとも考察できるのです。終盤で再登場する可能性はまだゼロではないかもしれません。そしてエラン5号の目的についてです。エラン5号は4号とは違い、命令に従順な強化人士というわけではなく、かなり自我が強く軽薄なキャラをしています。そんな5号ですが、命令とは別に何か目的を持っているような描写がなされていました。シーズン2の PV では、むざむざ死ぬのはごめんだよと語っていることからも戦への執着が強いことがわかります。そのため自身が生き残るためにペイル社の命令でスレッタに近づくだけでなく、状況によっては
生存確率の高い側に味方するという展開もあるのかもしれません。5. ベルメリア。次にペイル社の研究者でかつてバナデイス機関に所属していたベルメリアです。プロローグではベルメリアらしき人物が映っていないため過去の姿が不明ですが、エランが第6話で自身の誕生日を祝ってくれた人物を思い出した際に登場した女性がベルメリアにどことなく似ているようにも見えます。これはバナディース事変の後に行くあてもなく隠れて生活していたと考えると、このような苦しい生活環境を虐げられていても不思議ではないので、エラン4号の真の母親が実はベルメリアということがあるのかもしれません。そして苦しい状況で過ごしていた時、ペイルテクノロジーに声をかけられ技術と4号の提供を行ったと考えると、6話でプロスペラに対してなぜ娘さんを乗せているのかと反発したのは自身も子供を持つ身であるからこそ出た発言とも取ることができそうです。そんな謎多きベルメリアですが、10話でスレッタに対してこの前のグラスレートの決闘あの時と尋ねようとしていましたが、その後の内容について作中では明かされませんでした。考えられる内容としては、あそこまでパーメットスコアを上げて苦しくなかったのか、もしくはどんな効果が得られたのかといったことでしょうか。パーメットスコアを上げすぎた時の弊害を最もよく知る人物なので、何かパーメットスコアの秘密を語ってくれる時が来るのかもしれません。そもそもバナディース事変の時にエリクトの存在を知っているのであれば、スレッタとエリクトの年齢の違いに違和感を感じるはずですが、そういった会話がまだ存在しないので、ある日突然重要情報を語ってくれる時が来そうです。 6. 各陣営の謎。まず宇宙評議会連合についてです。ミオリネが脱出の際に手伝いをしたフェンジュンとクストンバーチェが宇宙評議会連合の諜報員であることや、ガンダムの存在について調査していることくらいしか明かされておらず、その名称から宇宙の統一機関ではないかとも予想できます。第1期では今は味方とフェンが発言していることから、第2期でデリングがプロスペラと共にクワイエットゼロ実現へ向けた行動を取った後には対抗勢力の一つになるのかもしれません。次にフォルドの夜明けとルブリスールとソーンの関係についてです。ルブリスールとソーンはオックスアースの量産型ルブリスを発展させた機体とされています。しかし回収した企業やどのようにしてフォルドの夜明けへ提供されたのかは不明のままです。ガンダムシリーズではアナハイムエレクトロニクスのように利益のためであれば陣営関係なくモビルスーツを提供する企業が存在します。そのため彗星の魔女の世界にも戦争で儲けるためアーシアンにもモビルスーツを送るスペーシアン企業が存在しているのかもしれません。オックスアースはプロローグで企業行政法の対象となっており、サリウスがエアリアルを見てオックスアースの亡霊と言っていることから、本編の時代ではオックスアースは表向きはすでに亡くなっている企業だと考えられます。しかし対ガンダム兵器を搭載したベニルペンデが本編で登場していることから、サリウスはオックスアースがないとしてもガンダムは消えていない脅威として認識していることがうかがえるので、オックスアースに代わるガンダム開発企業が存在し、少なくともサリウスはそれを知っていると思われます。次に12話でマルタンにテロリストとのつながりを疑われたニカの動向についてです。地球領の大きな存在であるニカは実はフォルドの夜明けの諜報員として潜入していることが判明しました。しかし仲間を助けるためフォルドの夜明けメンバーしか知らないコールサインを送る姿をマルタンに見られてしまいました。ニカがチュチュに殴られてしまうのか、シーズン2でのニカの動向が気になるところです。先日公開された PV では地球寮のメンバーが集まっている描写の中でよく見るとチュチュの大きな髪に隠れており、マルタンはニカの行動について話さなかったのか、もしくは話した上で受け入れられたのかとも考えられそうです。さらに PV 内ではノレアからナイフを向けられる描写も見られるので、ニカの心はフォルドの夜明け側につくのか地球寮側につくのか気になるところです。次にジェターク関連です。第1期で登場したラウダ専用ディランザには結局ラウダは登場しませんでしたが、ラウダは第8話の決闘のオッズ表で7位に入る腕前なので、モビルスーツ戦闘力が高いと思われます。ビムの死亡に伴いジェターク社を継ぐようにも見受けられます。一方父親を殺してしまったグエルですが、
発売予定のガンダムシュバルゼッテがジェターク社製モビルスーツのように見えるので、グエルが登場する機体になるのではないかと囁かれています。もしかしたらグエルがフォルドの夜明けに所属してシュバルゼッテに登場していくようになるのかもしれません。その他の謎として、サリウスがデリング以上にガンダムを憎んでいる理由も明かされていません。作中ではシャディクにガンダムはこの世から消し去らなければならないと語っており、株式会社ガンダムを受け入れたデリング以上にガンダムを憎んでいることが見て取れます。その要因としてサリウスに子供がいないことがヒントとなるのではないかと考えられそうです。プロローグにおけるオックスアース社への反対運動において、ガンダムトゥックマイチャイルズライフという盾札が掲げられていました。生命倫理問題を持ったガンダムに子供を登場させており、その結果登場した子供の命が失われたということなのか、またはガンダムという兵器が戦争に用いられたことがあり、その犠牲者として子供の命が奪われたということのいずれかだと考えられます。もしガンダムが用いられた戦争があって、その時にサリウスの子供が殺されてしまっていたのだとすれば、ガンダムへの憎しみが強い理由がつながってきます。なおシーズン2の予告 PV では、シャディクが父さんを引きずり込むよう俺の計画にと語っていますが、リムなき後御三家のバランスが崩れたこのタイミングでデリングがエアリアル開発に協力していたことをサリウスが知れば、デリング失脚とベネリット解体、そしてグラスレー社によるベネリット掌握へと乗り出してもおかしくないのではないでしょうか。そして最後に、なぜデリングはオックスアースではなくバナビースを敵視したのかという謎です。プロローグでモビルスーツ評議会はガンド技術を軍事転用したオックスアース社のみ敵視していました。しかし一方のデリングだけは一貫して研究機関であるバナディースの方を敵視していました。さらにサリウスはカルボナド博士が応じるかどうかと発言していたことからも、評議会は粛清対象をオックスアースのみにしつつ、バナディースに対しては穏便にことを進めようとしていたことがわかります。しかしデリングはガンダムを生み出す存在を徹底的に潰しました。小説版ではデリングの演説中に、サリウスはデリングの独断でバナディースの襲撃が行われたことを知ったと明かされています。これほど徹底的にガンダム潰しを行ったのは、言葉通りガンダムの否定を行うためでしょう。評議会は販売元であるオックスアース社を潰そうとしましたが、研究機関が生きている限り再びガンダムは作り出される可能性があります。そのためにデリングはガンダムを生み出す魔女狩りを徹底したと考えられそうですが、そこまでして否定したガンダムを本編では利用することにしています。デリングはなぜバナディースに敵意を向けていたのか、一体何がデリングを変えたのか、ノートレットの死に関係していそうな気もしますが、シーズン2で明かされるのが待ち遠しいところです。ということで、以上水星の魔女において残された重要な伏線についてでした。水星の魔女はガンダムシリーズの中でも多くの伏線が貼られている作品であり、視聴者によって数々の考察がなされています。皆様も他にも気になっている伏線などがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。